バーグ氷河とは北アメリカ大陸の北西部のカナディアンロッキーに存在する氷河の一つである。写真の下部に見えるのがバーグ湖で、その中央部に流れ込んでいるのがバーグ氷河である。なお、奥に見えるもう一本の氷河はミスト氷河である。参考までにミスト氷河が流れ出している写真の右上に見える山頂付近が雲に隠れている山はロブソン山である。 2005年撮影。バーグ氷河は、おおよそ北緯53度07分、成形119度08分付近に位置している。この氷河も含めた、周辺地域は、カナダのブリティッシュコロンビア州に属しており、同州によってロブソン山州立公園に指定されている。バーグ氷河は、標高の高い場所に降った雪が固まって、それが氷のままで流れ出すことによって形成されている。 そして、この氷河は、バーグ湖の南岸へと流れ込んだところで終わっている。参考までに、氷河の終点であるバーグ湖の湖面の標高は、約1641メートルである。バーグ氷河が、バーグ湖へと流れ込んでいる影響もあり、毎年夏の中頃までは、バーグ湖の湖面上に氷河が点在しているのを見る、ことができる。バーグ氷河から崩落し、ちなみに、バーグ湖へと入った、 バーグ氷河の誘拐水は、ロブソン川を経て、フレーザー川に交流し、フレーザー川の川口から、太平洋へと流れ込んでいる。A.B. ベルク・グレイシャー・ブリティッシュ、コロンビア・ジオグラフィカル・ネームズ・ハット・シー・サイモン、L ・アマニー、グレイシャース・オブ・ノース・アメリカ、グレイシャース・オブ・カナダ、グレイシャース・オブ・ザ・カナディアン・ロッキーズ J205 ページ USGS プロフェッショナル・ペーパー1386 J-12002 年3月7日、発行 ISBN9780607982909 億5 1 5 5万4935、ハットベルク・グレーシャー、ハットブリティッシュ・コロンビア州、ロブソン山州立公園のバーグ湖周辺散策路、ブリティッシュ・コロンビア州、ロブソン山州立公園のバーグ湖周辺散策路。ありがとうございます。